ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。はい、今日はですね、この夏まあ暑くなってきましたね。昼間ね、はい、夕方はね結構まだ涼しいんで、風があると涼しいんでいいんですけども、昼間はやっぱり22度、3度、4度、そんな風になってきましたんでね、結構暑い日が続いてますけども、それにその夏に向けて浴衣を買ってしまいました。はい、こんな柄です。ちょっとね去年は結構無地っぽいやつが多かったんで、今年はちょっと柄入れて、おしゃれというわけじゃないですけども、パッと見で見える柄がいいなと思ってちょっと買ってみました。羽織ってみます。糸は、これ浴衣はしつけ糸ってつかないんですかね、まあ、こんな感じでサイズも、悪くないですね。これ洗うと縮みそうで怖いですけど、メインキャッパーなんで、よいしょ、こんな感じで、はい、押さえてみます。どれかな、もう少し持ち上げた方がいいかな、こんな感じですかね。はい、ちょっとあれなんでズボン上げますけども、よいしょ、はい、こんな感じの浴衣になります。私はねちょっと軽い感じの浴衣っていうイメージで買いました。軽いって難しいんですけども、なんか去年は結構大人な感じの浴衣をずっと選んでたんですけども、今年はできれば綿、汗吸う綿で汗かいてもいいぜぐらいな感じの、もう汗かくぜぐらいな感じの、浴衣をちょっと選んでみました。まあ、こんな感じでね、いかがでしょうか。まあ、帯もね、締めるといいんですけど、ちょっと帯は今はあれなんでやめておきますけど、こんな感じの浴衣になります。まあ、白なんでね、なんとなく汚れそうですけど、まあ汚れたら浴衣なんで、もうすぐに水洗いとかね洗っちゃえばいい話なんで、ただまあそんなに長い浴衣ではないので、あんまりガシャガシャ洗うと、これはツンツルテンっていうんですかね、もうキュッて短くなりそうな気配が非常にしております。まあでもね、しょうがないです。もうこういうのはね、やっぱり、ね、150まではねあるんですよね、身丈が。155のやつを洗って縮むとちょうどいいんですけど、それは分かってるんですけど、155のやつがね一番ちょうどいいんですけども、なかなかね155でないんですよね。ね、そうすると150のやつをまあ着ることになりますんで、どうしてもね洗うとねもう一息ちっちゃくなるんで、まあ、あんまり洗いすぎないようにちょっと気をつけたいなと。今年は去年ね一着すごく短くなってしまったやつがありましたんで、あれも白っぽかったんで、ちょっともう一回リベンジで白買ってみましたけど、やっぱりちょっと短めなんで、ちょっと心配は心配です。はい。今日のところはこんな感じで、新しいお着物買いました。お着物じゃないですね。浴衣買いましたということで、そんな動画になりました。はい。この動画ね、面白いなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。あ、ちなみにこれね、メルカリで4000円でした。はい。まあ、4000円だったらね、少々なんかあってもね、ああ、しまったなで終わっていく金額かなと思いますんで、こんな風に、してみました。じゃあ、またねー。バイバイ。